ここが試練の部屋の入り口か。なんちゅうでかい扉じゃ。ここまで来たか。諸星当たる。誰だ。お前の最愛のラムはこの先の森にいる。果たしてたどり着くことができるかな。勝手なことを抜かすな。いつラムが俺の最愛の女になったんだ。まだそんなことを言ってやがるのか。てめえみてえな奴はこれでも食らえ。うわっ、なんじゃこれは。何でも小さくするビンさ。元に戻りたかったらペアになってる何でも大きくするビンを探すこったな。これは何の真似じゃい。そのサイズじゃいつラムを見つけられることやら。それはお前次第ってわけさ。待て、またか。どないせっちゅんじゃ、まったく。何でも小さくする瓶だと。非常識なもん作りよって。おや、瓶の底にラベルが貼ってある。何々？小さくなったものを戻すときは、別売りの大瓶を。大瓶を見つけにはならんようだな。好きで小さくなったわけじゃないわ。この辺で小さなものを大きくする瓶は売っていないか。ハンデ、そりゃ西の先にいるカカシの御作丼がそんなもん作ったと言うとったな。カカシの御作？西のカカシの御作ね。昔の御作だな。おい、カカシの御作ってのはお前か。なんだおめえさんは。変なやつのせいで小さくされたんだ。元に戻してくれ。そんなら大瓶を買ってくんねえと。買えって言われても。じゃあ元には戻せねえな。どうしろって言うんだ。そうだ、あんた財布を落とさなかったか。なんでおめえがオラの財布のこと知ってるだ。財布のありか教えてやるから元に戻してくれ。ほんとだべな。なら特別に戻してやるべ。やれやれ
やっと元に戻れたわ。さあ、約束だべ。オラの財布はどこだべ。あんたの財布はちょっと東の森に落ちてたよ。そうか、ほんならちょっくら行ってみるべ。あんた、この森を抜けるならこっから北にまっすぐ進むといいだよ。なんだここは。バニーガールのお姉ちゃんがいるぞ。あら、こんなところまで来たの？頑張ったわね。あなたこの先に進みたいの？いやー、本当は君とゆっくりしたいんだけど、ちょっと野暮用があってね。進みたいんなら、あの怪獣のドアを通らないとならないわよ。怪獣のドア？あの怪獣に勝たないとドアが開かないのよ。なんちゅう理不尽な。やったー、当たったぞ。これを抜ければラムがいる。ダーリン！どうして？嬉しいっちゃ。やっぱりダーリンは最後までうちを探してくれたっちゃ。なんだって？どういう意味じゃそれは。実はうちさらわれたわけじゃないんだっちゃ。なんだと？そっから先はあたいが説明するよ。それにみんなどうしてここに？そもそもあたいたちがこんなことをしたのはてめえがはっきりしねえからだぜ。こんなことって？察しの悪い野郎だな。今度のことはみんなあたいたちの仕組んだお芝居だったんだよ。なに？怒るなよ諸星。あたいたちがこんな真似をしたのは訳があるんだ。そ
そうよ、私たちの星に大変なことが起こっちゃったの。ラムの星の太陽が数ヶ月以内に爆発するって分かったんだ。それでラムの星では新しい太陽を探してそこに移住することにしたんです。でもその星はとっても遠くって、私たちの科学でも二度と地球には戻ってこれないの。そんな、ラム、本当なのか？どうして俺に言わなかったんだ？どうしても言えなかったっちゃ。そうと知ってたら俺だって。そしたら行くなって言ってくれたっちゃ。うちはダーリンが何て言ってくれるか心配だったっちゃ。それでこんなことを。そういうこと。あたいたちはラムに最後の思い出ってやつを作ってやりたかったのさ。それであたいたちは地球のやつらと連絡を取って誘拐をでっち上げたんだ。じゃあ忍やリュウちゃんやシェリーたちもみんなグルだったのか。そうさ、それもみんなラムのためにやったことさ。諸星、てめえもラムのために最高の思い出を作ってやりな。お願い旦那様、一言でいいの。好きだって言ってあげてくれません？ダーリン、このままじゃラムちゃんがかわいそうよ。ノー諸星、お主もラムに対して正直にならぬまま別れては心残りじゃろう。そうよアタル君、お願い、これが最後なのよ。諸星、てめえまさか言わねえつもりじゃねえだろうな。最後だってダーリン、一言でいいんだっちゃ。好きだって言ってほしいっちゃ。それじゃあお前地球に残らないのか。言えるわけなかろう。てめえこの後に及んで。言ったらラムは母性に帰っちまうんだろう。そうと知ってて俺がそんなこと言えるわけないじゃないか。ダーリン、諸星、お前これでうち母性に帰る決心がついたっちゃ。ラム、お前もう何も思い残すことはないっちゃ。ダーリン、うちのこと忘れないで。ラム、ラムちゃん、デンちゃん、一体どうしたっちゃ。あのな、ラムちゃんの親父さんから大至急ってメッセージ預かってきたんや。メッセージ？なんだっちゃ。とりあえず聞いてみろよラム。あ、いや、面目ない。この間の話な、あれみんな間違いやったんや。わしらのコンピューターな、何年狂ったんか知らんけど100万年も先の話をしとったんや。ま、とにかくそういうこっちゃ。ラム、何も心配することあらへんで。ダーリン？お！お！お前らな！やべえ！逃げろ！逃がすか！なんじゃ？もしもラムさんを悲しませるようなことがあれば、この面倒修太郎、貴様を刀の錆にしてくれるわ。諸星貴様、何日無断欠席すると思ってる。定額だ定額。龍の式無事か。あら稲田さん、どうしたのこの騒ぎ。いや
皆さんに事情を説明しようと思って。あなたが呼んだの？あれ？いけませんでしたか？やべえな、諸星のやつ目がマジだぜ。いやだわ、私何もしてないのに。なんでわしが逃げねならんねん。わし、うちのドア壊された被害者やど。さくら先生、諸星の野郎本気で怒ってるんじゃねえのか。ま、これだけ無意味なことに付き合わせられればな。もっとも半分は照れ隠しやろうが。なんやあいつ、走りながら泣いとるで。器用なやっちゃな。